皆様こんにちは。溝上真一の教育論動画チャンネル No.256。えー、本日は、東医学園の小学校から、えー、探究的な学習の取り組みについて報告をいただきました。えー、私がいろいろ聞いた中で一番こうあの、まあ、興味を引いたのは、このシンキングツールというのを、えー、全教科、まあ、探究に入れてるんですけれども、それが教科学習と探究をつないでいるなと、えー、それを副題にさせていただいております。えー、報告いただきますのは 東い合わはこの副校長の石子祐介先生と共教諭・教務士官の、えー、瀬山恭平先生でございます。<laughs> 非常に特徴的なこととしてはですね、えー、東医学園、あの、小学校で、あの、キーコンピテンシー6つをですね、あの、育成課題として掲げております。まあ、これが探究にもつながっているということですね。そして、探究を中心としながら教科との行ったり来たり、えー、文科省的には習得活動探究と、えー、ここをかなりしっかりやっております。で、その一つにシンキングツールというのが、こう、間をね、挟んでいると。あの、こういう感じで、えー、構造化されているというのが見て取れます。えっ、ー、と、シンキングツール、あの、もう 4年やってますかね。はい。あのその、えー、と2年前の動画ですけれども、えー、公開研究会で、えー、報告された、まあ初期の頃のものが、えー、この YouTube 上がっておりますので、えー、概要欄に URL 貼っておきますので、興味のある方は、えー、それもご覧ください。えー、関西大学の黒上春博先生にご指導をいただいております。はい。それではあの小学校からの報告ですね。ご覧ください。それでは東イ学園小学校の探究学習についてお話をさせていただきます。 まず、総合的な学習の時間ということで、こちら、小学校から高校まで設定されておりますで。総合的な学習の時間の目的としては、ここに書いてある通り、変化の激しい社会に対応して、探求的な見方、考え方を働かせ、横断的総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質能力を育成することと定められています。 こちらですね、特に自分がこれから先どういう生き方をしていきたいかということを考え、またそちらを手段だけではなく資質能力を育成することというのを重点的に示しているということが非常に大きな特徴になっています。後ほど、本校の資質能力についてはまた別スライドでお話しさせていただきます。で、その中でですね、この探究的な学びというのはこの4つの工程を踏むということで、 定義されています。この中で小学校段階では1つ目の課題の設定、体験活動などを通して課題を設定し、課題意識を持つということ、ここを丁寧に取り扱うようにしています。やはり子どもたちはですね、課題意識を持つというのが、最初のうちはまだ難しい子というのがたくさんいます。でまた、 情報の収集などに関しては技術的なもので補えるところっていうのが出てきますが、やはり自分が何を課題とするかということがこの探究学習の根幹に関わってきますので、本校でですね、小学校の中で探究学習をするときにも課題設定には時間を多く使って、一人一人が納得がいく課題を設定できるということをとても大切にするようにしています。で、こうした探究学習の中で、このような4つの工程を進んでいく中で、 私たちはキーコンピテンシーというものを定めていまして、こちらホームページで公開しているものですが、小学校卒業時にこの6つの力を身につけてほしいということで、すべてのものを、カリキュラムであったり、行事であったりというものを設計しています。で、この探究学習においてはですね、このキーコンピテンシーが相互に作用するものと考えています。この6つの力があることで探究に向かうことができ、 同時に探究学習を進めることで、この6つの力も身についていくということで、この力と探究というのは相互に関係するものというふうに考えています。この6つのキーコンピテンシーは私たちが非常に大切にしているもので、これは各教科、各行事でもこれらの力の何と関連するかというものを本校では全て公開させていただいています。 同時にですね、本校には3つの学びの柱があります。アクティブラーニング、探求学習とキャリア教育。こちらは小学校だけではなく学園全体を通してこの3つの柱をし進めておりまして、探求学習がこの柱に入っているということで、もともと小学校でも非常に重視しているものではありました。ただ、次年度よりですね、 さらにそちらを推し進めたいということで、小学校ではこの3つの中でも特に探究学習というものをしっかり明確化しようということで今進めております。で探究を進めるにあたって先ほどキーコンピテンシーのお話もしましたが、グローバル教育、ICT 教育というものも非常に重視していますので、探究と合わせこの3つを小学校の学びの中心と据えたいと思っています。 これらを進めるにあたって、アクティブラーニング的な手法というものもたくさん取り入れながら進めているのと、現在ですね、先日公開研究会も行いましたが、シンキングツールというものも、この探究学習を進めるのに非常に良い影響を与えるということで、今私たちは各教科でシンキングツールも取り入れながら、こうしたものを進めているところです。イメージ図をお見せ,させ,てお見せしたいと思います。 私たちが考えている探究との各教科やコンピテンシーの関わりを図にしたものですが、すべての中心に探究学習というもの、学習の中心には探究があると。各教科はそれを取り囲む形になっていまして、教科で身につけた、真ん中のオレンジのところですね、教科で身につけたコンピテンシー、この力を使って探究を進めていくと。で、探究を進めることでコンピテンシーが身につき、また教科に影響をしていくと。 各教科、コンピテンシー、探求が相互に作用し合うような形というものを私たちが今目指しています。で、右側の図ですけども、これは各教科一つを取ったときに、このような流れで進んでいくのではと考えているものです。えっと、一つの教科を学んでいくときに、1年から6年までの流れを見たときに、それぞれの教科の中にも探求的な学びというのが少しずつ入ってくるというものを表した図になります。 なので、探究とは相互作用もありつつ、また教科の中で何度も何度も出てくるものということで、あの、教科学習と探究型学習というものを分けて考えているということではなく、すべてお互い相互に作用し合い、それぞれの中に少しずつ重なり合っているというのが、私たちの考える探究型学習のイメージになります。 このようにしてですね、私たち小学校段階での探究というものを進めようと思っていますが、じゃあ実際にどのようにこれまでやってきたかということを、6年の学年主任でもあり、学び支援の主観でもあります、瀬山より具体例をお話しさせていただきます。まずは探究学習、先ほど石子の方からも紹介がありましたけど、課題設定、情報の収集、整理、分析、まとめ、表現という、このサイクルをそれぞれ子どもたちが回していくことが大事になっていきます。 その際に最も大事になってくるのが、やはり課題意識、課題設定のところは大きくなっていきます。えっと、この部分がしっかりとした子どもたちの自分ごととしての課題となっていれば、その先のサイクルを回すことが十分に勢いは待って、どんどん回っていくんですけれども、ここが十分でないとなかなか探究学習が進んでいかないということがあります。なので、ここに関しては子どもたちが自分ごととして課題を考えるということが大事だと考えています。 また、えっと、小学生であっても、社会課題について考えるということが重要であるというふうに思っております。あの自分ごととして考える部分ではあの、自分の身近なところですとか、学校範囲のもので子どもたち課題設定をするの方がやりやすくはあるんですけれども、やはり、えっと、社会課題について小学生段階から知って、 え、それについて取り扱うっていうことが大事ですし、まあ、あの、社会科ですとか科学科のところの学びとかっていうのも社会課題を取り扱っておりますので、そういったところと結びつけながら進めているというところです。では次に、えっと、今年度の6年生の1年間の学びの流れです。今年度はですね、4月に日体交流ということで台湾の学校を呼びまして、えっと、日体の交流の行事がありました。 なので、えっと、その時に子どもたちは、自分たちの日本の文化というのは、どういったものだろうというところで、えっと、自分たちを考えるいい機会になりました。なので、ここでは、騒乱ですとか、あの、福笑いとか、け、え、ん、ー、剣玉とか、そういった日本文化のところを調べて、それを紹介するというような交流ができました。また、あの、探究学習という意味では、鎌倉の校外学習が6月に設定されておりまして、 ここに向けて鎌倉市の中身、そこの歴史的な背景ですとか、歴史の遺跡のことについてなんかを、えー、それぞれがえ調べまして、さらにそれをグループごとにまとめまして、最終的にポスターセッションを実施いたしました。えっ、ー、と、こういった形で1学期はグループ単位での学び、共同というところで探究学習を進めてまいりました。そして2学期はですね、1学期に日体交流をして、えー、と自分たちの文化について考えるいい機会が持てましたので、 えっと、今度は多文化共生というテーマをもとに、社会課題として子どもたちと一緒に学びを深めていきました。えー、まあ横浜市ということで、いろんなあ方がいらっしゃる、外国人の方がいらっしゃるというところで、そこの部分で多文化共生が進んでいくのに必要な地域であるという地域性も活かしながら、子どもたちの学びを多文化共生という形で進めていきました。最初はですね、えっ、ー、と、国際交流ラウンジという外国の文化の を手助けする、えー、施設の方ですとか、または日本に住む外国の方をお呼びして、えー、質疑応答をしたりとか、そういった形で全体で、えー、多文化共生っていうものがどういったもので、どういうふうに進めるべきかというところを学び深めてきました。で、その先にですね、今度は、えっ、ー、と、先ほどの課題設定のところですね、えっ、ー、と、多文化共生という共通テーマをもとに、それと自分の興味関心のある分野を結びつけて課題設定を行うと、 いう形で取り組みました。えっ、ー、と、最終的にポスターセッションは個人の学びを深めてほしいということで、ここからは個々人の活動になっていくんですけれども、その際に、やはり、先ほどの課題設定の部分、子供たちの探究学習を進める上で重要な部分を、まず自分の興味関心を深めていく中で、そこと結びつけることで、えっ、ー、と、学びを深めていくという形にしました。そして2学期の段階で、えー、それを えっと、小論文という形で現行化して作成をいたしました。そして3学期はまとめ表現の部分のあ一部ですけれども、ポスターセッションという形でポスターに表現をして取り組みました。そして、えっ、ー、と、ポスターセッションが行った後、現在はですね、えっ、ー、と、探究学習の振り返りということで、そもそも探究学習ってどういうふうに進めてきたんだろうというのと、あとは本質的な問いである多文化共生っていうのを実現するために大切なことは何だろうと。 いうこの二つの軸をもとに、えー、振り返りの方を進めております。次にですね、それぞれの学びをどういうふうに深めていったのかというところについて、えっ、ー、と、ある特定のお子さんの学びのシートをですね、元にですね、説明をしていただきたいと思います。えっ、ー、と、これから紹介するのは、ある特定のお子さんがどのような学びを深めていったのかというところの流れです。まずはですね、自分の興味関心を深掘りするところから課題設定のところをスタートしました。 え自分の興味関心というのはパッと思いかんで何が好きかとかではなくて、えっと、まずは質問紙に左のですね、水色のワークがありますけど、質問紙に答えていろんなジャンルのものをまずは洗い出してもらいました。そこからですね、えっと、マンダラチャートという、えー、ものを使いまして、一つ一つ、例えば左上のダンスという項目でしたら、ダンスという項目についてどんなことがあるだろうというところで、さらにそれを深掘りする活動をしまして、そして最後、 えー、ウェビングを使いまして、えーと、ダンスという項目に関して、えー、と考えられるもの、それと多文化共生がつながる部分があるんじゃないかというところを探る意味で、このウェビングでどんどん考えを広げていきました。えっ、ー、と、課題設定をしましたら、情報収集の方をこの探究学習シートというもので、えーと、どのように調べていったのか、自分の自らの問いと、それに対する予想、そして調べられたこと、 調べたことに関して新たに自分なりに思ったこと、考えたこと、ということで、このサイクルをこの緑色のシートですね、えー、ぐる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 個人の中で回して調べ学習をどんどん深めていきました。その調べ学習を行う際には、えっ、ー、と、本ですとか、あとはインターネットはもちろんのこと、えー、人に聞いたりですとか、あの、人によっては、あの、先生方に聞いたり、ご家族に聞いたりとか、あとは、えっ、ー、と、その専門業界の方にちょっと質問をしたりとか、 いう形で子供たち、この探究学習シートの方を進めてまいりました。そして、えっと、まとめしたものをですね、最後に、えっと、小論文の形の分離にまとめようということで、その前に、えっと、一応きちんと発表形式にするために、自分の考えについて根拠がどのくらいあるかというところで、しっかりと根拠を明確にすること。また、えっと、それに対する反論というところも、自分なりに想定をした上で、 えっと、自分の論ですね、考えをしっかりと構築できるように準備をしました。そして、えー、2学期の最後に小論文の形にし、そして3学期はそれをさらにポスターの形にまとめました。そして、えっ、ー、と、まとめた後ですね、それをすぐに発表するんではなくて、えっ、ー、と、一つには自分の発表を動画で撮影して、その発表の状態を確認したりですとか、あとは子供たちとともに、えっ、ー、と、発表当日のルーブリック、 についてどんなものにしようというところを話し合いました、えー。昨年度の6年生が大枠の形を作ってくれましたので、今年度はそれと今年度自分たちなりのルーブリックということで合わせて、えー、自分たちなりのルーブリックを作成しました。このルーブリックを作成したことによって子どもたちは発表前にどういった発表がいいんだろうというところを改めて振り返ることができました。 そして、えっと、ここまでずっと個人作業で進めてきましたので、個人だけで進めるんではなくて、えっと、お互いのポスターや原稿を合わせて、右側の図ですけれども、えっと、関連するものがないかというところを、どん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 、えっと、シンキングツールのように上げてみました。そうすることによって、多文化共生の本質的な部分に子どもたちは気づきながら、それをメモで取り上げておりました。 さあそういった準備をしましたので、最終的にさ、えー、と2月にですね、ポスターセッションで発表することができました。子どもたちは当日、えーと、発表するだけじゃなくて、えー、いろんな保護者の方や、いろんな学校関係者、いろんな方と交流する中で、えーと、専門分野の大人もいましたので、そういったところから学びを深めていたりとか。あとは、えー、と直前の段階で、えー、水上先生もいらしていただきまして、えー、とお話をしていただいて、そう時にポスターの発表の際に原稿を見るだけじゃなくて、 えっと、しっかりと、あの、お客さんの顔を見たりとか、ポスターを指さしながら見るとか、そういったところの話もいただきまして、それもちゃんと、えー、学びに生かして実際に実践している子が多くいました。 そして、えっと、まあ、子供たちの励みになるように、真ん中の写真はですね、えっと、グッドポスター賞ですとか、グッドスピーチ賞ですとか、まあ、こういった賞のシールを子供たちが友達のポスターに貼れるような形にしまして、観点別に自分がどういったものが良かったのかというのを客観的にパッと見れるような形にもしました。そして最後にですね、探究学習を振り返り、本質的な問いを考えるということですが、えっと、ポートフォリオの作成を現在行っております。えっと、 一,一クラス、6年2組の私のクラスは、えっ、ー、と、先日の公開研究会が、えー、最後の総合の学習というところで、えっ、ー、と、最後のこの本質的な問いですね。多文化共生を実現するために大切なことはというところについて改めて、えっ、ー、と、問い直して、子どもたちなりに議論を深めるような時間になりました。で、こちらの上のポートフォリオについては、えっ、ー、と、探究学習をどのように進めてきたかということで、3点で、ね、まとめました。課題設定について。 で、真ん中は探究学習についてと書いてありますが、ここは、えっと、情報収集、整理分析の部分をまとめたものです。そして最後が、えっと、まとめ表現の部分ですね。ポスターや原稿にするときにどうすればいいだろうというところを自分たちなりにまとめました。えっと、子供たちは去年の6年生もこういったポートフォリオを作りましたので、それの先輩たちのも、えー、参考にしながらこの探究学習をスタート。 させましたので、最後自分たちも今度は後輩たちに引き継ぐんだという思いで、こういうポートフォリオも作成しました。えっ、ー、と、昨日、先日ですね、公開研究会のところで多文化共生を実現するためにということで書きましたが、これ実はですね、2学期の全体で多文化共生を学習した時の最後のまとめにもですね、多文化共生を実現する上で大切なことはということを一度問っています。その時に子どもたちはですね、あの、その時なりのこう考えを書いていましたが、 えっと、最終的にもう一度問い直したことによって、その時よりも考えが深まっているとか、考えがより、えっと、多面的になったというような実感を持っているというのが、子供たちとの話の中で感じ取ることができました。えっと、ま、そうした中でこう進めてきた課題、探究学習ですけども、あの、次年度以降ですね、今後の課題としては、探究の体験活動ですね、もっともっとその子供たちの、えっと、学びの 興味関心のところを深めて、それを、えっと、実際に社会の、えっと、スーパーですとか、いろんな地域の方に話を聞いてみたりとか、そして、えっと、情報収集の仕方も、まあ、あの、アンケートしてみたりとか、えっと、違う形のものの情報収集の形も、どんどん深めていこうと思っております。また、あの、社会課題と子供のつなぎ方というところも、 あの、もう少し、えっ、ー、と、やりようがあるかなと思いました。今回多文化共生という難しいところだったんですけど、なかなか子どもたちの自分ごとというのの結びつきが難しかった部分もありましたので、まあそういったところの、提示の仕方ですとか、子どもたちとの結びつきのさせ方とかっていうのをもう少し、えっ、ー、と、系統的に進めることが必要かなと思っています。また、あの、探究学習については、えっ、ー、と、三、えっ、ー、と、一、二年生が生活家、 3年生から総合学習ということで進めておりますけど、この1年生からの探究、系統的な探究学習の方を現在構築しておりまして、それを進めておりますが、もう少しそこの部分をより深めていければというふうに考えております。